こんにちは。漢方薬剤師の中尾です。アシスタントのマールです。中尾先生、はい、水虫と爪白癬の治し方教えてください。そうですね。まあ、水虫っていうと、まあ自分もなったことあるよね、実を言うと。はいはい、なんでかというと、まあ、政府会社の研究所に行った時に、そうやって寮に住んでた時に、お風呂がみんな共通でマットがあるじゃん。そこで多分水虫のやつがいて、そのマットをこう、で足拭くから、そこから水虫になっちゃって、製薬会社の時は、普通こうね、そんなのわかんないから、こう、治し方わからないよ、ね。それでやっぱり、こう、普通に、何ていうか、薬局で買って水虫薬をつけるんだけど、うん、その時はね、良くなるんだけど、また翌年出てくる。また出てくる。また出てくるのさ、繰り返して、ああ、やっぱり、要は、カビ、心筋って言うんだけど、ああいったのなかなかしつこいね、っていうふうにこう思ってたんだよね。はい。でも自分で漢方をやるようになってから、水虫の薬だけじゃなくて、うん、もう一個ちょっとなんか加えたら面白いのかなっていうふうに内心思っちゃって、はい、でその時にあったのは、ヒノキのオイルとかヒバの油、青森ヒバの油って、はい、ヒノキの香りをするやつがあるんだけど、はい、あれが非常に抗菌作用と抗真菌作用。そしてあと、まあ、いろんな殺菌作用もあるし、はい、あと水虫ってこう足に出てると、ここがさ、蒸れちゃって臭くなるじゃん。うんはい、ああいった消臭効果もあるから、あれを、こう、一緒にこう、併用してみたんだよね。はい。うん。そうすると、ずっと自分としても、そういった、火花油は、残留性が非常に高いから、それ一回やっちゃったら、一夏で全部根治しちゃって、もう二度と出ることはなくなっちゃった。何年も繰り返し出ていたというのは、やっぱり体の芯の芯に菌が残ってたから、うん、毎年繰り返しちゃったんです。そうそうそう。例えば、カビの菌が、はい、1万匹いるとするじゃん。はい、1万匹を、そういった水虫の薬で、うん、9990匹ぐらいまで殺すじゃん。うん、でも、そしたらさ、10匹がさ、またバーって増えて、はい、で、毎年毎年、それ、9000、1万匹を、10匹まで減らして、またどん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 増えていくのをずっと繰り返してるわけなんだよ。はい。またその10匹まで確実ゼロにするにはどうするのかっていうことで、僕もそうなんだけど、忘れっぽいから、すぐさ、水虫薬をずっとしつこくやっときゃいいけど、水虫ってさ、結構奥の奥まで浸透、隠れちゃうんだよね。あ、そうなんだ。うん。でも、心筋薬と、その青森をやっていくと、出なくなっちゃった。不思議だね、と思うけど、まあ、はい、まあ、まあ、治りゃいいじゃん、みたいな感じで。なんでその、水虫を治す薬として、ヒノキのオイルとかが、一般的にならないんですか、うん、あ、おっちゃ困るからだろ。毎年毎年出る。治っちゃうと困るからだろうって言って、僕はまだね、そういったアホっぽいんだけど。製薬会社の人は見よう。ちょっと見てください。来年も病院に来てくださいということかもしれないという話です。っていうのと、ドラッグストアはだから、水虫薬でさ、1本買うとさ、2000円ぐらいするんだよね。そんなにするんですか？高っけーなーと思うんだけど、はい、実を言うと、ね、病院の治療薬の水虫薬って、原価が2、300円ぐらいのものをさ、まあ、薬価って言うんだけど、あれをさ、もう10倍以上だったから、すっごいね、ボロ儲けだねって思いながら僕はいつも見てます。そのヒノキのオイルとかはどこで手に入るんですか？そうだね。インターネットでも入るんじゃない？ああ。叩けば。じゃあ簡単に手に入りますね。うん。アマゾンポチッて。まあいろいろなんかね、匂い消しとしても使えるからいいと。はい、でもう一個ちょっと爪白癬の話するんだけど、はい、爪白癬も、こう足のね、こう爪がね、こう真っ白くなって、痒くなってくるし、ボコボコボコって盛り上がってくるんだよね。はい、もう誰もだからね、爪白癬の薬っていうのはね、クレナフェンかなんていうのがこうあるんだけど、あれでもこの爪の、この爪の裏側にカビが隠れてるんだよ。へぇー。裏側にカビが隠れてるから、この爪にどうやって浸透させていくか。
で、そのカビの菌のところまで薬をこう届けるのが非常に難しいんだよね。はい。うん。で、今の病院さんでは、あの、水虫の薬の内服薬というのがあって、中から水虫の菌を殺していこうという、白癬菌を殺していこうということもあるんだけど、はい、これがまたね、やっぱりね、あの、吐き気とか、あの、胃腸障害とか下痢とか、だから例えば肝機能障害とかの副作用の率が結構高くて、まあどうなんだろうかなと。一番いいのはさっき言ったように、水虫の薬、はい、とヒバオイルを この横からずーっと入れていくんだけど、はい、そしてそれをサランラップで巻く。ラップ療法というんだけど、はい、もう寝てる間にこうラップでこうずーっと巻いていく、はい、うん。そうすると密閉されてくるから浸透力がアップするんだよね。へー、うん、あの爪がボロボロになってきて、それ剥げて、それで菌もやっつけられて、また新しい爪が再生していくと。へー、いうような大体パターンになると思うんで、はい、ぜひ、もし爪白癬とかでお悩みの方がいたら、はい、試してみてください。はい。漢方薬や健康に関するご質問をコメント欄にお待ちしております。動画にてお答えします。